いつがいないとダメなのか、このチームには。乗せる。ヤンコレル、やっぱエースだ君が。お前がこのチームを救うんだ。さあ今日の1試合目頑張っていきましょう。最初の相手は、今日一発目の相手は、身のところへ大アゴナルラン。香ばしい名前ですね。一か八か行ってみよう。 OMF で王様になってもらおう。1、2、3、よい2、3って覚えて。よし、こう。リーズマン、こちらさ、バスタスも遅くね。あいつわしより遅くね。足伸ばすだけ。相手のフォワードもびっくりだろうな。センターバックが誰もいない。オフサイドになっちゃった。で、そこいるでしょつって。でな。はい、ここ上げに行こうかな。絶好調なんじゃねえのかな。それか、可能性な。イエーし、ナイスキーパー。2位の選手に変わんない。お目当ての選手に変わせれば。いや、ワンパの鬼。普通さ、サイドラインにクリアすんじゃねえの。お友達がおさりのジョージの黄色い帽子のおじさんの黄色いおじさんの帽子、逆だったってこと。ドフリーにしてら、ジョージおじさんに引っ張られちゃった。ジョージおじさんに引っ張られて何も見てなかった。ジョージおじさんのせいだ。ジョージおじさんここに連れてこい。処刑してやる。別にそのおじさん連れてこい。ここにお前のせいで1点失ったんだけどつって。処刑しよう。大丈夫、どうせ切り返してくるから。どうせ切り返すか、パス出すから。ほら、 OK、 はい。このままクロスを上げた方が強いんだけど、ね。ジョージおじさんいなかったから大丈夫。ヤマルが、おい邪魔すんなよてめえ、ヤマルへのパスを。ああ、お前若い者の目をつむやつか。トンパか、お前トンパ貸してくれ。ですよね、ナイスキーパー。ビューティーが弱っ。いい、はい、どうも。お前トンパじゃねえんだからさ、若い者潰しすな。ファール。こっちは全くファールねえや。言い返すでしょ。おい、合ってるよ。言い返すでしょ。言い返すでしょ。よしよしよし。こんなん大丈夫や。トリプルオートオフディフェンス発動よ。マジそれ。はい、どう。何しとんこいつらは、てめえこの野郎。ミンチにすんぞてめえら。ああ、やっぱこいつがいないとダメなのか、このチームには。乗せる。ヤンコレル、やっぱエースだ君が。お前がこのチームを救うんだ。最高だ。
パワハラ11を救うのはヤンコレルなんだ。ヤンコレル守備にも行く。よし、戻さした。ナス。ヤンコレルじゃなかった。チャンス、クソいいつなぎ。ごめん。ヤンコレルの動き出し俺が信じてあげられなかった。こいつどうせラインブレーカーじゃねえから追い出しても意味ねえだろうなって思っちゃった。ごめん。ヤンコレルを信じてあげないといけなかった。俺がこいつを殺した。何そのパス、何今のパス、気の抜けたパス。エアホワイトならクロスだな。あー、それはまずい。アイディー完璧。ヤンコレルに当てよう。トッティマジで雑魚すぎない？ナイス、よかった。アンドルドになるって思ったけど、若いって感じでいいね。どうやって学んでいくんだろうな。ヤンコレルに当てよう。どうやってヤンコレルが強いっていうのを学んでいくんだろうな。モッティじゃ無理だ。なんで頭使わないの。なぜかこのロドリはいかねえし。お、トッティ動き出した。トッティゴミじゃないマジで。何ができるんそれ。負けるんだったら後ろから。ナイス。トッティやばマジで。トッティ使ってる全員アホ。ヤンコレルの方が100倍プロレガル。まあよし、まあクロスだ。人間来た。よいしょ。あ、落ちた。まあやっぱ救ってくれるのはヤンコレルやな。最高。トッティは何ができるじゃなくて何にもできないが正解なんですよ。なるほど、納得した。お前シュート1本をヤンコレル様のシュートだけ、あの救世主じゃん。神じゃんヤンコレル。で、これがヤンコレル様と。来週すぎるね。